はい、どうも、ゆきおでございます。本日のゆきおとワイン、こちらのワインですね。よいしょ、ほいとい。これはね、以前カリフォルニアのワインを、6本購入したんですけど、それもちょっと動画で開封動画やったんですけど、その時に買ったカリフォルニアの白ワインですね、シャルドネというブドウを使います。で、さらにこのワイン、同じ作り手なんだけど、この作り手のピノノワールっていうワインも買ってます。で、それはね、以前に紹介したんだけれども、その同じ作り手、アルタマリアっていう作り手の、これはシャルドネですね。ピノノワールとシャルドネってもうブルゴーニュで一般的なその赤白のものをこの作り手は作ってるっていうことなんですよね。場所はカリフォルニアの、サンタバーバラっていう、地区、南の方にあるんですけど、サンタバーバラのらへんで作ってます。サンタバーバラの中のサンタマリアだね。サンタバーバラにもちょっとその中にさらにちっちゃいいろんな地区があって、その中のサンタマリアっていう地域のアルタマリアっていうのもすごいごちゃごちゃになってくるね。サンタバーバラのサンタマリアで作ってるアルタマリアっていう作り手が作るシャルドネでございます、ね、でこれも前回のピノノワールもでもちょっと話したんだけど、なんかねすごい安くなってたの。今もともとが大体5000円ぐらいで小売価格であったんだけど、それがもう半値以下ぐらいで2000円ちょっとぐらいでこれ売ってて、で評価もすごいいいんだよね。で良かったから買ったんだけど、でもちょっとバックヴィンテージなんだよね。2013年って書いてある。なので、バックヴィンテージが入ってきたのか、なんかいろんな関係で安くなったのか分かんないんですけど、安かったんですよ。なのでこの前のピノノワールもそれが結構飲みたくて買って、これ白もあったんで、いい作り手っていう話だったから買っていました。でよくよく調べたんだけど、この前のピノの時には紹介しなかった、紹介っていうか話せなかったんだけど、調べてみたらここもうねやってないみたいなんか Google とかで調べてってこの生産者のとこ見たら閉業って書いてあった。多分閉じちゃったのかな、ワイナリーが。だからちょっと安くなったとかなんかいろいろあるのかな、ちょっとまだそこは分かんないんだけど、なのでこれもうね閉業しちゃってるの。おえっつってないんだ。でホームページとか見ようとしたんだけど、それも見つから出てこなくて、やっと終わっちゃったのかなっていう、ちょっと詳しくは分からないんだけどね。ちょっとね、ショックっちゃショック。この前のピノ美味しかったからね。でこれもちょっと飲んでみてどうか分かんないけど、やっぱなんかねいろんな関係でね閉じちゃうワイナリーとかも あるからね。いい作り手なのにいろいろあったんだろうねよく分かんないけど、とりあえずこれを今日は飲んでいこうかなっていう感じでございます。じゃあ飲んでいきましょう。ゆきおとワイン、すごい結露しちゃってる。結構キャップシール、やばこれやばめのキャップシールだ。気をつけて、これやばめのキャップシールだからこれね、この辺のキャップシールがね、たまに結構ペラペラの場合もあるし、なんかもうここがスポッて抜けちゃう場合とかもあるんだけど、しっかりキャップシールつける生産者はこれキャップシール自体がなんていうかな、硬いのかな、硬くてするなんかね、なんていうの硬いんだけど、でこう切るとこの切ったここのここら辺の部分とか、さらにこのこちょっと今これちょっとミスっちゃったんだけど、このここのとことか切った跡とかね、ここでね手切っちゃう場合の、これ本当に気をつけた方がいい。俺ちょっとやっちゃったかなと思って、俺結構硬くてねしっかりしてるから、これねたまにあるのよ本当。これ気をつけてくださいね。ちょっとしっかりした固めのタイプのキャプシールの場合は気をつけてやった方がいいかもしれない。俺今ちょっと何も考えずやっちゃった。そう、俺結構何回かあるんだよね、これでピッて切っちゃって本当に何回か血を流したことがあるんで、開けるときに全部取っちゃう、ちょっと危ないかも。開けようちょっとやっぱり夜とはいえ気温がやっぱりもう今高いから、どんどん結露が結構激しいわこれ。アルタマリアビンヤードって書いてある、なくなっちゃった。ちょっと寂しいね、なんか、お、結構しっかりした色になってる。やっぱ熟成してるからかな。そうだね、結構ちょっと濃いめにはなってきてるけど、まだそんなに、なんか黄金色みたいなとこまではいってないかな。結構白ワイン熟成するとかなり濃くなってくるものもあるので、これはそこまでまだ綺麗な、ちょっとグリーンも少し残ってるけど、
まあ、少し濃く、あ、でもまあちょっとそんな熟成感ないかな。ではいただきます。うん、あーでもなんか結構かっちり固めかも。なんかすごくもう少しトロピカル感が強く出るかな。熟成してるからさらにトロピカルで少し甘い感じのちょっとキャラメルみたいな香りになってきてるかなと思ったけど、そうでもないかも。うん、あ、複雑、すごい複雑。ちょっと13年でしょ。いや、まだなんか若々しいね。すごいなんかまだカッチリしてる結構。うん、まあ、ミネラル、あの石灰的なミネラルがね、チョーキーな感じが残ってるから、そこにまだフレッシュな柑橘がまだいますね。柑橘がいるということはまだフレッシュな感じが残ってるので、うん、グレープフルーツみたいな少し甘みもあるけどね。ちょっとグレープフルーツがコンポートになったような甘さはあるけども、それでもちょっと複雑。うん、しっかりミネラルの雰囲気があるからすごくいいんじゃないですか。ブルゴーニュみたいな、本当に少し、うん、おー、ちょっとすごい本格的、びっくり。これピノノワールも良かったけど、これシャウドレもいいんじゃないの。飲みます。あれ、すごいな。うまい。そうだね、飲むと、うん、まあしっかり酸もあるし、うん、ちょっと引き締まる感じもあるんだけど、やっぱり少し果実味がやっぱ出る、飲むと出てくるな、意外と。まだ香りが少し閉じてるのかな。うん、飲むと結構ふくよかな感じにはなってくるけど、カリフォルニアのシャルドネってもっとなんかこうトロピカルで、さらに樽を結構しっかりかけてバニラっぽい香りがする、まあ、ちょっとグラマラスだね。あの結構は、まあ、派手なボディをしてる感じの、シャルドネが多いんだけど、まあ、ちょっと一昔前かな、それは。今は結構きれいめなね、まあ、このこういった結構薄化粧タイプのシャルドネも増えてきたけど、これはまさにそうだね、ブルゴーニュのような雰囲気に近いから、樽の要素もそんなに前面に出てこないから全然やらしくない綺麗な感じだね。でも果実味やっぱり多少飲むとしっかり感じるけど、それでも全然今までのカリフォルニアシャルドネの雰囲気ではない。でもサンタバーバラって結構こうなんだよね。こういったシャルドネができるとか、できるっていうかこういったシャルドネ作る傾向にある。うんうん。なんか俺すごい話してるけど大丈夫。うんうん、美味しいね。そうだな、チョーキーなニュアンスが強いな、本当に少し。フルーティーさは、うん、まあ、あるけど、面白い。これは結構本当にそうだね、もう少し酸が引き締まってキュッと締まれば、ま、もうまさにブルゴーニュになるね。これ少しふくよかな横に広がる感じの味わいになるから、ある程度カリフォルニアっぽさもあるんだろうけど、それでもすごくエレガントで綺麗なワインで熟成してるんだよね。13年でしょ。いや、それは全く感じないな。でも熟成してるからこういう香りになってるのかもしれないけど、もっと若いうちは硬くて少しシャープな感じだったかもね。香りがちょっと開いて熟成してちょっとまろやかになってるから、この口当たりになってるのかもしれない。若いうちはもっとパキッとしたもんね。パキッとつってて分かんないね。パキッとしてたね。長嶋さんみたいなね、パキッとした、これパキッとしたシャルドネだね。ちょっと物前にもなってない。やばい、方向が違ってきてる。今日はワインの紹介だ。すごい、あー惜しいな。なくなっちゃったのがこの間に、すごく惜しいと思う。まあでもこれ元々は5000円ぐらいだからね、確かに。まあ確か5000円って言えばその価格を見るのって感じかな。でも今は2000円ちょっと買えたからね。めちゃめちゃいいじゃん。まだ残ってたな、多分これまだ買おうかな。うん、綺麗だね。うん、フルーティーさはそんなに強くない感じが、なんか好感持てるかもしれない。
そんなに蜂蜜っぽいの甘さも出てこないし、樽の香りもそんなに強くはないから食事に結構合わせやすいかもね。いや美味しい。やっぱりね、暑くなってきてるから白ワインがね美味しくなってきてる季節なんで、こういったのはやっぱね、ちゃんと冷やして熱い、こうね、もうナトゥー来てるから、ナトゥーがカミングしてるから、こういうのやっぱりいいと思う。すごいカリフォルニア、いややっぱね奥が深いね、ワインはね。全然イメージと違った。あ、でもこの前そうだ、あのちょっと3年ぐらい前にこのちょうど同じ地区行った時に買ってきた白ワインのシャルドネがあって、それもちょっと熟成したやつこの前飲んだんだよね。この前と結構前だけど、それもめちゃめちゃうまかったんだ。思い出した、サンタバーバラシャルドネすごいんだな。え、それも13年とかじゃなかったっけ、今思えば。あれヴィンテージ忘れちゃった。なんだっけ、ちょっとインスタ見よう。インスタの、え、インスタ載せたっけ、載せたかもしれない、ちょっと後で確認します。シャルドネサンタバーバラやっぱすごいのかな、赤より白なのかな、まあ、そんな気もする。もちろんピルも良かったけどね。うわ、楽しくなってきたぞ。ワインなんかね、やっぱり美味しいワインと出会うと楽しくなるよね。で、さらに他のワインも飲みたくなるっていう。まあいいや、今日はこの辺にしましょう。はい、今日はね、こちらアメリカカリフォルニアのサンタバーバラのシャルドネですね。で、アルタマリアっていう作り手の2013年のシャルドネでした。ただこの作り手はちょっと閉業しちゃったっぽいので、まあ、またいろんな、もしかしたら他のね、あの人が買い取ってやったりとか、また醸造が変わってやったりとか、いろいろあるかもしれないけども、とりあえずは閉業しちゃったっぽいので、まだ買えるのかな、ネットでは、と思うので、まあ、もし興味があったらという感じかな。でもまあ、またね、他にもいろんな作り手がいっぱいいるから、ちょっと紹介していこうかな、それも。いや、カリフォルニアにちょっとフォーカスしてやってるから、ちょっと気分がね、陽気になっちゃうね、最近。まあいいや。という感じでございました。ゆきおとワイン、いつもありがとうございます。見ていただきありがとうございます。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、じゃんけんのバイバイ。バイ